ハンカチ1枚を使って作るお出かけ前1分でできるマスクの作り方です。まず輪ゴムを両手に入れます。畳んだハンカチを広げて四つ折りにします。この両側に手にかけていた輪ゴムをかけます。これを三つ折りにして三つ折りにした方を内側にして顔につけ、ゴムを耳に引っ掛ければ出来上がりです。口の部分が何重にもなっているのでしっかりとブロックすることができます。ハンカチはお好きな柄で作ってみてください。ウイルスブロックや花粉ブロックのスプレーをするとより安心です。使って済んだマスクは元のようにハンカチにばらして洗濯することができます。とっても清潔です。子供用も作ってみました。子供用の30センチ角のハンカチで作りました。同じようにして作るとこんな可愛いマスクもできます。同じハンカチを三つ折りにして折る部分を短くすると サイズ調節ができるので大人用のマスクにもなります。耳にかける部分はストッキングネットを使った輪ゴムですので痛くなりにくいです。手近にあるハンカチで衛生的なマスクを作ってみてください。